足首の筋力を維持するためのトレーニングをご紹介します。ふくらはぎの筋肉は第二の心臓とも言われ、末梢から心臓へ血液を押し戻すポンプのような役割をしています。固定期間中に足関節周囲筋の筋力トレーニングをすることにより、固定が外れた後、日常生活での痛みが出にくくなり、交通機を早めることが可能となります。はい、こんにちは、バーチャル院長です。今回は捻挫や骨折などの外傷や、それに対する手術などで足首が固定されている最中におすすめの足首の筋力を維持するためのトレーニングをご紹介します。また今回のトレーニングは足首をひねりやすく捻挫を予防したい人にも有効です。血管には心臓から末梢へ血液を送る動脈と、末梢から心臓へ血液が戻る静脈とがあります。特に足の場合、ふくらはぎの筋肉は第二の心臓とも言われ、末梢から心臓へ血液を押し戻すポンプのような役割をしています。しかし足関節の固定中は足首を動かすことができず、ふくらはぎの筋肉を動かすことが困難になるため、血液が滞り足がむくみやすくなります。また固定期間中に足関節周辺の筋力が落ちてしまうため、固定を外した後の足首の安定が悪くなり、歩行時や階段昇降時に痛みを感じたり、捻挫をしてしまったりするリスクが高くなります。固定期間中に足関節周囲筋の筋力トレーニングをすることにより、血流の循環が良くなり、腫れやむくみを予防したり、筋力の低下を最小限に抑えたりすることができ、固定が外れた後、日常生活での痛みが出にくくなり、スポーツ復帰を早めることが可能となります。今回紹介するのは固定期間中にできる足関節のトレーニングです。足首の運動の方向は4方向あり、つま先を上に上げる背屈、つま先を下に倒す蹄屈、足の裏を内側に向ける内返し、足の裏を外側に向ける外返しという動きがあります。この4方向の運動で使う筋肉は、それぞれ立って体重を支えたり、動作時に足関節を安定させたりするのにとても大切な働きをするため、固定期間中になるべく筋力を落とさないことが重要です。これから4種類のトレーニングを紹介します。トレーニングを行うときは、固定を外せる方は外して行ってください。それでは始まります。足関節固定中にできる足関節の背屈と蹄屈のトレーニングです。まず足関節背屈のトレーニングから始めていきます。トレーニングを始める前に、足関節の背屈という動きについて説明します。足関節の背屈という動きは、足首の動きで床からつま先を上げるような動きを言います。それでは足関節背屈のトレーニングを始めていきます。今回は右足首を固定していると想定し、右足首で説明していきます。左の足首を固定している方は左足で同様に行ってください。右膝と右足首を90度になるようにします。右足の甲に両手を当て、右の足首が90度のまま動かないように固定します。右足首が動かないように、右足の甲で両手を押し、両手と右足で力比べをするように力を入れます。すねの前に力が入るのを確認しながら行いましょう。3秒間力を入れ、3秒間力を抜くのを繰り返します。足首に力を入れる際、足首が動かないように注意してください。
足首の位置が動かないように両手でしっかり固定をして行いましょう。足首に力を入れる際、足の指が反らないように注意してください。足の指に力を入れないように行います。この動作を5回1セットとして3セット行っていきます。朝昼晩と時間を作って3回行いましょう。次に足関節底屈のトレーニングを行います。トレーニングを始める前に足関節の底屈という動きについて説明します。足関節の底屈という動きは足首の動きで、床の方へつま先を下げるような動きを言います。それでは足関節底屈のトレーニングを始めていきます。右膝と右足首を90度になるようにします。右足の裏に両手を当て、右足首が90度のまま動かないように固定します。右足首が動かないように、右足の裏で両手を押し、両手と右足で力比べをするように力を入れます。ふくらはぎに力が入るのを確認しながら行いましょう。3秒間力を入れ、3秒間力を抜くのを繰り返します。足首に力を入れる際、足首が動かないように注意してください。足首の位置は動かないように両手でしっかり固定して行いましょう。足首に力を入れる際、足の指を握らないように注意してください。足の指に力を入れないように行います。こちらの動作も5回1セットとして3セット行っていきます。痛みの出ない範囲で朝昼晩と3回行いましょう。実際にトレーニングを行う際は上の実践編動画をご覧ください。足関節固定中にできる足関節の内返しと外返しのトレーニングです。まず足関節内返しのトレーニングから始めていきます。トレーニングを始める前に足関節の内返しという動きについて説明します。足関節の内返しという動きは足の裏が内側に向くような動きを言います。それでは足関節内返しのトレーニングから始めていきます。今回は右足首を固定していると想定し、右足で行います。左足首を固定している場合は左足で同様に行ってください。右足と右足首を90度になるようにします。右足の内側に左手を当て、右足関節が動かないように固定します。右足首が動かないように、右足の内側で左手を押し、左手と右足で力比べをするように力を入れます。すねの内側に力が入るのを確認しながら行いましょう。3秒間力を入れ、3秒間力を抜くのを繰り返します。
足首に力を入れる際、足首が動かないように注意してください。足首の位置は動かないように手でしっかり固定して行います。足首に力を入れる際、膝が外側に倒れないように注意してください。膝と足首の位置がまっすぐになるように力を入れます。この動作を5回1セットとし、3セット行っていきます。朝、昼、晩と3回行いましょう。次に、速関節外返しのトレーニングを行います。トレーニングを始める前に、速関節の外返しの動きについて説明します。速関節の外返しという動きは、足の裏が外側に向くような動きを言います。それでは速関節外返しのトレーニングを行います。右膝と右足首を90度になるようにします。右足の外側に右手を当て、右速関節が動かないように固定します。右足首が動かないように、右足の外側で右手を押し、右手と右足で力比べをするように力を入れます。すねの外側に力が入るのを確認しながら行いましょう。3秒間力を入れ、3秒間力を抜くのを繰り返します。足首に力を入れる際、足首が動かないように注意してください。足首の位置が動かないように、手でしっかり固定をして行いましょう。足首に力を入れる際、膝が内側に倒れないように注意してください。膝と足首の位置はまっすぐに保ったまま力を入れます。こちらの動作も5回1セットとして3セット行っていきます。痛みの出ない範囲で朝昼晩と3回行いましょう。実際にトレーニングを行う際は、上の実践編動画をご覧ください。はい、いかがでしたでしょうか。今回は、速関節を固定中におすすめの筋力を維持するためのトレーニング方法をご紹介しました。固定期間中に筋力を維持することは、固定除去後の日常生活での痛みの予防、スポーツの早期復帰に大変重要です。痛みのない範囲でトレーニングを行うことで、血流の循環の改善による腫れ、むくみの改善や筋力を維持することができます。今回もご視聴ありがとうございました。それではまた。さようなら。